NFL ドラフトは NFL が開催する新人選手獲得のために行われるドラフト会議である。NFL では毎シーズンオフになるとドラフト会議を実施している。1936年の開始以降、チーム数やドラフトのラウンド数など一部が改定されてきたものの基本的な運用方法は変わっていない。現在、ドラフトは7巡制となっている。 ドラフトを創設した当初、成績の良くないチームが良い選手を選ぶことができるようにすることで、チーム間の競争力を高めることを目的としていた。初期の頃は、人からの言い伝えやメディア、その他初歩的な能力の証拠に基づいて、選手を評価し、指名していた。1940年代以降は、1000人のスカウトを雇ったチームが、ドラフトで成功していき、他のチームも、 順次スカウトを雇う流れとなっていった。NFL ドラフトの開催場所は、ドラフト自体の人気の高まりとともに、より多くのファンを受け入れるため、年々変化していった。現在は、テレビのゴールデンタイムに放送されている。リーグ初期の1930年代半ばから1960年代半ばに、かけて NFL フランチャイズのある、様々な都市で開催されていたが、 1965年からはニューヨークに落ち着き、2014年までの50年間ニューヨークで開催されていた。指名選手を読み上げる NFL コミッショナーのロジャー・グッテル NFL の戦力均衡作として考案され、1936年に第一回ドラフト会議が開催された。以降米国内外プロリーグで同様のドラフトが行われるようになった。 1965年以来ニューヨークで4月下旬に行われている。長らくマディソンスクエアガーデンで行われていたが、2006年はラジオシティミュージックホールに会場を移した。以降は会場持ち回りで行われており、2018年は AT&T スタジアム、2019年はナッシュビル特設会場で行われた。2020年は 2019新型コロナウイルスの感染拡大により、開催地のラスベガスが事実上封鎖されることとなったことから一般向けのイベントを中止し、オンラインで開催された。1983年のドラフトでは、ジョン・エルウェイ、トット・ブラック・リッチ、ジム・ケリー、ドニー・イーソン、ケン・オブライエン、ダン・マリーのラが指名された。この年のドラフトが現在史上最高の QB ーードラフト組と評されている。1994年より7巡までの指名となった。2009年までは2日間に分けて、初日に1から3ラウンド、2日目に4から7ラウンドの指名が行われていたが、2010年以降は期間が3日間になった。初日に1巡目、2日目に2から3巡目、3日目に4から7巡目の指名が行われる。各巡目ごとに、 指名するチームに10分間の制限時間を与え、その間に指名する選手を決定する。NFL ドラフトで指名される選手は原則として、大学を卒業した選手であるが、特例として、アーリーエントリーという、高校卒業後、3フットボールシーズンが過ぎれば、ドラフトにエントリーしても良いという制度がある。ドラフトされ入団した選手は、非公開の公式で、 指名順により決定される年報で4年契約を結び、5年目の契約はチームが選べるオプションとなる。前シーズンの成績階球団から順番に選手を指名する完全ウェーバー方式が採用されている。まず、プレーオフに進出できなかった球団に対し、レギュラーシーズンの成績が悪かった順に優先指名権が与えられ、その後はプレーオフで早く負けた順。 そして最後にスーパーボール優勝球団となる。プレーオフの同じラウンドで負けたチーム間では、プレーオフ進出と同様のタイブレイクが適用され、成績の悪い順に優先指名権が与えられる。ただし、指名権はしばしばチーム間でトレードされて移動する。将来のまだ順位の定まらない指名権もトレード対象となる。選手を含むトレードの一部となることもある。 一つの指名権が複数のチームを渡り歩くことも、一つのチームが同じラウンドで複数の指名権を得ることもよくある。また、ノン、エクスクルーシブフランチャイズタグを付けた選手や、リストリクテッド、フリーエージェントの選手を失った球団には、代償として指名権が譲渡される。ドラフト会議中の前日の10分間の指名時間内に、それまでの指名結果を受けて、 指名権のトレードが行われることもある。このことをトレードアップと称する。各球団にはこれらの交渉を実施するためのウォールームという控室が与えられ、トレード交渉はそれぞれの部屋に詰めた球団の編成責任者同士で、主に電話もしくは電子メールによって行われる。大規模な指名権トレードの例として、1999年には、 当時ニューオーリンズ・セインツのヘッドコーチだったマイク・ディトカの意向でテキサス大学のリッキー・ウィリアムズを全米語位指名するためにセインツが同住民の指名権を持っていたワシントン・レッドスキンズに対して同年の全ドラフト指名権と翌年の1位と3位の指名権をトレードで放出する事例があった2019年ドラフトの例ではこのような権利上渡の結果 保証ドラフトを含む全254人の指名のうち半分以上の133人が上渡された指名順によるものであった。フリーエージェントで選手を失った球団に対し、コンセトリドラフトの指名権が与えられる。指名権は失った選手の平均年報やプレイ時間などから自動的に計算されて3ラウンド目の後から7ラウンド目の後まで合計で32回の指名が行われる。 この計算式は公開されていない。この保証ドラフト権利もまたトレードの対象となる。2021年ドラフトより人種間の平等を推進する通称ルーニールールの拡張として、コーチ及びフロントのマイノリティのスタッフが他チームの GM あるいは HC になった場合、元のチームは2年にわたり3ラウンド目の保証ドラフトの後に使用できる指名権を1つずつ与えられる。 二人のスタッフが同様に他チームの GM あるいは HC になった場合は3年にわたり指名権を一つずつ与えられる。この指名権もまたトレード対象となる。2021年ドラフトにおいてスタッフだったブラッド・ホルムズがデトロイト・ライオンズの GM に就任したロサンゼルス・ラムズは2年にわたり指名権を与えられ。 スタッフだったロバート・サレーがニューヨーク・ジェッツの HC に就任し、同様にマーティン・メヒューがワシントン・フットボールチームの GM に就任したサンフランシスコ・フォーティーナイナーズは3年にわたり、指名権を与えられることになった。その他ボルティマー・レイブンズ、ニューオーリンズ・セインツも2年にわたる指名権を得た。コミッショナーは、主事の規則違反に対して、ドラフトの権利を一部取り上げることができる。 2021年ドラフトに際しては、ニューイングランドペイトリオッツが3ラウンド目を、ミネソタバイキングスが7ラウンド目を失った。1977年から始まった制度である。4月時点で何らかの事情で、NFL ドラフトにエントリーしていなかった選手が対象のドラフトである。レギュラーシーズンで6勝以下だったチーム、それよりは成績が良かったが、プレーオフに出られなかった。 チーム、プレーオフに出たチームの3グループに分かれて行われる。各チームは、翌年のドラフト権をかけて、選手を指名することができ、一人の選手に対し最も、上位のドラフト権をかけたチームが権利を獲得するが、かけた、翌年の指名権を失う。権利を得られなかったチームは、翌年の指名権に影響がない。1985年には、 バーニー・コーザーが希望するチームであるクリーブランド・ブラウンズに入団するためにレギュラードラフトにはエントリーせずにこの制度を利用した。コーザーの獲得にはニューヨーク・ジャイアンツ、ミネソタ・バイキングスが興味を示していた。1987年にはシアトル・シー・ホークスが一順でブライアン・ボズワースを指名、当時の新人最高額の契約を結んだが期待外れに終わった。 またフィラデルフィア・イーグルスが4巡でクリス・カーターを指名している。1989年にはダラスカウ・ボーイズがその年就任したジミー・ジョンソンの教え子であるスティーブ・ウォルシュを指名した。またデンバー・ブロンコスが1巡でボビー・ハンフリーを指名。彼はその年セミヤード、ラッシャーとなり、チームは第24回スーパーボールへ出場した。2009年にはワシントン・レッド・スキンズが ジェレミー・ジャーモンを三巡目で指名した。2011年には NCWA 規定違反により、オハイオ州立大学でのプレーが不可能となったテレルプライアーが三巡目で、オークランドレイダースに指名された。2012年には、クリーブランド・ブラウンズが二巡で、ベーラー大学などでプレーした女子ゴードンを指名した。2013年、2014年、2016年、2017年には、 指名される選手はいなかった。新チームが追加された年に行われ、新チームが他のチームから選手を得るドラフトである。ルールの詳細はその年ごとに定められる。2002年にヒューストンテキサンズが誕生した時の例では、各チームが5人の選択されうる選手のリストを提出し、その中からヒューストンは全体で30人、あるいは 年俸総額がその年のサラリーキャップの38%で、ある27、200万ドルに達するまで指名が可能であった。同一チームからに選手が選択された場合、当該チームはそれ以上の選択を拒否することができた。結果として、ヒューストンは19人の選手を選択した。当初は、ネバダ州パラダイスのシーザーズパレスで、解散予定だったが、 新型コロナウイルス感染症の流行により NFL では全てのライブ活動を中止したため NFL ドラフトは各指名候補選手が自宅からのビデオ会議で参加することになった。ありがとうございます。